暑いです。37度。いや夏、今年は夏が早く来たって感じですね。ということで皆さん、この暑い夏どうお過ごしでしょうか。イマティです。はい、パトリオットです。元気です。走っております。ということで今日はパトリオットの一番致命的だなと思った、故障についてちょっと話していこうと思います。もうね、パトリオットもうすぐね乗り出して4年ですよ。早い。でまあね、相変わらずちょこちょこ傷んでるところがあるんですが、今まででね一番ねやばいなと思ったのは、これはあの実はパトリオットの持病でもあるみたいなんですけど、ブレーキセンサーですね、後ろのブレーキセンサーがちょっとどうなったんだろう、悪くなったかなんかで、ブレーキランプ違う、横滑りランプ、 4WD ランプ、エンジンランプ、これがね同時について、エンジンがねブオーンブオーンってタコメーターがこうなってエンジンストップしたことあるんですね。しかも高速道路で、これ一番焦りましたね。それもねちょっと動画の方には出してるんですけども、あれ本当びっくりしたな。高速走ってる時にいきなりタコメーターウォーンウォーンってなって3つのランプが同時についたんですよね。やっばー思って、でまあちょっとね路肩に寄せて、でエンジンが切れたんで、そのままクチュクチュクチュってやったらエンジンかかったんでね、走って高速降りてって感じやったんですけど、いやーどうなることやらと思いましたよ。でね、それちょっと修理屋さん持って行きました。そう、アルゾート、いつものねアルオートさんに持って行ったんですけども、まあセンサーじゃないでしょうかねっていう話でセンサー交換をしたんですね。でセンサー交換をしたらバシッと直ったということで、まあこれセンサーでしたねということでした。でその後いろいろとね、YouTube のコメントとかももらったりインスタからコメントとかももらったんですけど、どうやらパトリオットの一つの持病でもあるみたいですね。それがその3つが同時に作ったやつ、横滑りとエンジンと 4WD やったと思うんやけど違ったかな、なんせかその3つが同時につく、それがね持病みたいっすね、パトリオットの。だから皆さんもそれついたらね、ブレーキセンサーじゃないかなって疑ったらいいと思いますよ。はい、というのでそれがなんか一番ね、奇妙な、故障だったかなっていう感じします。あとはね、消耗品ですね。この前パワーステのベルトが切れましたけども、まあ、もろに消耗品でしたね。ああいうのはどうだろう、いきなり切れるから事前に対策できるのかな、わかんないな。あとはブッシュのゴムであったりとか、そういう本当筋切れてとか経年劣化でとかいうやつがほとんどでしたね。あとこれ皆さんも経験あると思うんですけど、ハンドルについている操作ボタン、特にね距離であったりとか燃費であったりとかを見る左側のボタンね、こちらなかなか効きが良くないです。押しても3回に1回ぐらいしか変わらなかったりとかね、そんな感じですね。まあこれは走りに影響がないので良しとしましょうと。ああそれと今現時点でも進行中なのがホグランプをつけて右にウインカーを切ったらホグランプが消えるというね、よくわからない状態、これが起きております。はい、あと走りに関してはね、まあ今まで通り順調ですね。オイル交換もしましたしスムーズに走っております。はい、ということで今日はちょっと暑かったので、パトリオットの故障した箇所喋ってみたいなと思ってお話をしました。イマティでした。